がその中で国を裏切り全聖騎士を敵に回した者たちがいた。人々は彼らを七つの大罪と呼んだ。大人になっていくことやら。未来のことなんて誰にもわからないよ。そうだな。でもよ、逆に言い換えりゃ、お前の未来は無限に広がっているんだよ。あの空みてえに。でもどうせ僕は王様にならなくちゃいけないんでしょ。別に他のものになりたきゃそれでいいさ。本当？もちろん聖騎士だっていいんだぜ。それなら僕もう決まってるよ。七つの大罪。